中型自動車。中型自動車とは、日本の道路交通法令における自動車の区分の一つである。大型自動車に該当しない自動車のうち、車両総重量 7500kg 以上 11000kg 未満、最大積載量 4500kg 以上 6500kg 未満、または、乗車定員11人以上29人以下であるものを指す。 具体例としては、一般的な4トン、席、トラック及び6トン、席、トラック、マイクロバスが該当する。ただし、これらの車両であっても特殊なボディや仮想等をしている場合など、中型自動車の定義から外れ大型自動車となる場合もあるため、一般的、特殊にかかわらず、自動車検査証、車検証の確認が必要である。道路交通法が制定されたのは、 1960年、昭和35年である。以後、道路事情の整備、車両性能、車台強度、エンジン出力、制動力、タイヤ性能の向上で、貨物自動車は、時代が下るほど、後期の枠内で、大型化していった。車両総重量11トン以上の大型自動車が、貨物自動車の主流となり、また普通自動車免許で運転できるトラックの、 車両寸法には独自の正しがないため、全長が大型自動車、全長12メートル、全幅2.5メートル、全高3.8メートル以内と同じ超ロング車も現れた。そのため運転者の技量が実情に追いつかず、普通トラックによる事故が増え始めた。交通死亡事故において、貨物自動車の運転手が第一当事者となっており、普通自動車免許、大型自動車免許ともに、 許可されている上限のの車両での事故率が高く、また、他のの種類の自動車と比べて、て死亡事故が減っていない。なまた、日本以外では普通免許で運転できる車両の大きさの上限は、総重量3から5トン程度である国家が多く、総重量8トンまで運転できる日本の旧普通免許の上限は、世界的にも突出して大きかったため、世界的な免許区分の数制との乖離も、 問題視されていた。そのため、貨物自動車の大型化に対応し、運転手のスキル不足、知識不足による貨物自動車の事故を抑制し、また世界的な免許区分の数制との差異を縮小するために免許制度を改正し、実情に対応する車両区分を設けることが検討された。十一世紀に入り、道路交通法及び改名令の一部が改定され、二千四年、 平成16年6月9日の交付、2006年、平成18年11月7日の閣議決定を経て、2007年、平成19年6月2日より、改正道路交通法、及び改命令で規定される、新しい免許区分が施行された。中型自動車免許は、2007年、平成19年施行の改正道路交通法で、新設された新たな免許区分である。 同年改正法により、中型自動車を行動で運転する場合には、中型自動車免許、中型自動車、第二種免許、もしくは大型自動車免許、大型自動車、第二種免許、以下それぞれ、大型免許、大型、第二種免許と略記の運転免許証が必要となる。以下、中型自動車区分を新設した2007年施行の、 改正道路交通法を単に2007年法改正または2007年改正法と記す。2007年法改正以前の普通自動車としていたものの運転免許証は同行法改正で中型自動車の8トン限定免許、免許証の条件欄に中型車は中型車に限ると表記されるとなった。なおこれらの8トンは車両総重量を指す。 日本における法令上の自動車の区分で大型自動車と準中型自動車の中間に位置づけられる。道路交通法と同法に基づく命令で規定されている。2007年、平成19年法改正前までは普通自動車の要件は車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満、かつ乗車定員1 2以下であり、 いずれか一つ超過すると、大型自動車扱いとなった。2007年、平成19年法改正後から2017年、平成29年改正前までの期間、中型自動車は、車両総重量が5トン以上11トン未満、最大積載量は3トン以上6.5トン未満、乗車定員は、改正前大型車の内前黒バスの定員範囲に、当たる11人、 以以上29人以下、の範囲となった。さらに、2017年、平成29年施行の改正道路交通法により、準中型自動車区分が新設され、これに伴い中型自動車は、車両総重量が7.5トン以上11トン未満、最大積載量は4.5トン以上6.5トン未満、乗車定員は変わらず11人、以上29人以下の範囲に変更となった。 以下、順中型自動車区分を新設した2017年、平成29年施行の改正道路交通法を単に2017年法改正、または2017年改正法と記す。普通、順中型、中型、大型の各自動車は車両寸法には制約がない。2017法改正後の新普通免許では最大積載量2トン未満。 車両総重量3.5トン未満となる。最大積載量が2トンのトラックでも、ほとんど全ての車種で、車両総重量は4トンを超えるため、一般的な1.5トンから2トン積みトラックは、新普通免許では運転できなくなった。なお、2007年法改正以降2017年法改正前までに、普通免許を受けているものは、2017年法改正後は5トン限定。 準中型免許扱いとなり、免許証には、準中型で運転できる準中型車は準中型車に、限ると免許の条件投票記される。よって、法改正により運転できる車両に変化はない。また、2007年法改正以前に普通免許を受けている者は、発ン限定中型免許扱いとなり、免許証には、中型車は、中型車に限ると免許の条件投票記される。 そのため、2007年法改正、2017年法改正の、いずれによっても運転できる車両に変化はない。以上のように免許条件と車種が多岐にわたるため、交付されている免許の種類、限定含むと、運転する自動車の自動車検査証の記載等、照らし合わせて、運転が可能かどうかを事前に十分に確認する必要がある。 運転免許の範囲を超える車両を運転した場合、たとえ過失であっても、無免許運転、罪により、刑事罰に処されるとともに、即時免許取り消し、19点となる。5トン限定順中型免許、8トン限定中型免許、とも、各限定条件付きの各免許扱いとなる。そのため、限定のない順中型免許、中型免許を取得しようとする場合には、 新規取得はできず、運転免許試験上の限定解除審査、または指定自動車教習所で審査課教習の講習を受けることになる。中型自動車を特定中型自動車以下、特定中型と略すと特定中型以外の中型自動車に分類する場合があり、特に道路標識等において表示されている。根拠法令は道路標識。 区画線及び道路表示に関する命令の別表題。1、大型貨物自動車等通行を止めないである。これは2007年法改正前の大型自動車の区分と同じである。したがって、2ナンバー及びナンバープレートが、大板の中型自動車が特定中型自動車となる。2ナンバー以外の中板の車両は、特定中型以外の中型自動車ないし、準中型自動車になる。 また、それぞれに、貨物、乗用の区分があるので、中型自動車の範疇では、理論上、特定中型貨物、特定中型乗用、特定中型以外の中型貨物、特定中型以外の中型乗用という四つの区分がある。なお、いわゆる一般的温頓車は2007年法改正後は、 特定中型以外の中型貨物自動車であったが、2017年法改正後は、おおむね、純中型貨物自動車である。したがって、定員11人以上の中型乗用自動車はすべて、特定中型自動車に該当する。定員10人以下であっても、車両総重量が7.5トン以上になる場合には、中型自動車に該当し得るが、現実には10人乗り以下の乗用車の、 車両総重量は、せいぜい2から3トンであるため、通常は普通乗用車、または準中型乗用車となり、中型乗用自動車はほぼ特定中型自動車となる。なお、2017年改正法によっても、特定中型自動車の範囲に変更はない。よって新たに取得した免許についてだけ扱いが、変わるだけとなり、既存の道路標識登場の扱いや、 高速自動車国道における法定速度に変更はない。ただし、中型、中条、中華、特定中型、特定中条、特定中華以外の中型、中条、中華の表記については2017年改正法によって定義に変更がある。また、準中型自動車に関しては、準中型、準中条、準中下の表記が新たに追加される。 有料道路、特に、ネクスコ、旧日本道路公団管理の高速自動車国道の、料金区分における、中型車は、道路交通法における、中型自動車という意味ではなく、当該有料道路独自の区分によるものである。ネクスコ管理であっても自動車専用道路や、一般有料道路、その他の有料道路においては別の料金体系が、適用される場合が多い。 1>, 1ナンバーのうち普通貨物自動車、車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満で、3車軸以下のもの、および非検員車を連結していない2車軸の、セミトレーラー用、トラクタ、2ナンバーのうちマイクロバス、乗用定員11人、以上29人以下で全長7メートル未満かつ車両、総重量8トン未満のもの、トレーラー、 牽引系自動車と2車軸以上の非牽引車との連結車用及び牽引普通車と1車軸の非牽引車との連結車用及びこれらに準ずる8ナンバーの特殊用途自動車がネクスコ管理高速道路において中型車として料金区分される特殊自動車以外の4輪の自動車免許は1956年8月以降大型免許と普通免許に分かれていたが いわゆる4トントラック、改正前の普通免許で、運転可能規模の交通事故の多発等を改善するため、2004年、平成16年に、道路交通法が改正され、中型免許を新設することになり、2007年、平成19年6月2日から施行された。受験資格は二十歳以上、自衛官は特例で十九歳で準中型免許、普通免許、 大型特殊免許のいずれかの免許を受けていた期間が通算して2年以上経過したものである。ただし、自衛官に関しては特例でこの期間要件は課されない。この中型免許を持つ者が運転できるのは中型自動車のほか、純中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車がある。中型免許で運転できる車両は多岐にわたり、マイクロバスをはじめ、 様々な四輪車を運転することができる。ただし現状は、旧普通免許の区分から、新たに、中型の区分に組み入れられた車両、いわゆるトントラックなどは多いものの、旧大型免許の区分から、新たに、中型の区分に組み入れられた車両としては、かつてのマイクロ限定運転免許や、小型限定貸し切り事業免許の名残で、マイクロバスは、たが、貨物車では、 開発段階から中型免許の区分を考慮して製造された車両はまだ多くはない。しかし、いわゆる4トントラックをベースに最大積載量及び車両総重量を増した増トン車は市中での取り回しに優れる4トン車と同等の大きさながら1.5倍近い積載重量を取れること、中型八トン免許保有者が大型免許の取得に比べ容易な限定解除審査を 受けて運転できること、新車時の価格差や維持費などのメリットがあることから多く見られ、フレームやタイヤの耐荷重の面から、旧普通免許車、GVW8 トン以下からの改造は、一般的とは言い難い。2007年、平成19年の改正法施行前に、普通自動車免許を受けたものは、改正後は、中型車限定の条件を付された。 中型自動車免許を所持しているとみなされる。その後免許更新の際に、免許の種類は中型に変更され、免許の条件欄に、中型車は中型車に限るという文言が表示され、施行後も施行前の普通車の範囲内と同様、車両総重量 5000kg 以上 8000kg 未満、最大積載量 3000kg 以上 5000kg 未満、 乗車定員10人以下の中型自動車、AT 車限定の条件が課されているものは、AT 車のみを引き続き運転することができる。なお、中型車は、中型車に限るという文言は、すでに大型自動車、大型に市免許を所持しているものであっても、同様に記載される。ただし、大型免許を所持しているため、中型ハット音を超えて運転しても違反にはならない。 2007年改正法による限定なしの中型自動車免許8トン限定中型自動車免許イコール改正前の普通自動車免許普通自動車免許イコール2017年改正後の5トン限定順中型自動車免許を比較すると以下の表のようになるなお経過措置は試行日時点で既に免許を保持しているものあるいは申請済みで 免許の交付を受けていないものに限られ、それ以降に免許を完全執行、取り消し、あるいは発端限定の解除や上位免許を取得した場合には適用されなくなる。また、たとえ試行日時点で仮運転免許や卒業証明書を所持していた場合でも、それらは改正施行に伴い新法上の普通免許に関してのものとされるため、それらで発端限定免許を取得することはできない。 また、旧法における大型免許と普通免許を両方受けていた場合、新法の大型免許で中型車も運転可能であるが、旧普通免許から切り替わった中型免許について中型車限定などの条件が付けれる。この場合、新主力などの事情で大型自動車免許を喪失すると、新法の8トン限定中型免許となる。 中型免許の発端限定解除を行う際は、新視力の検査は課されないが、限定解除した時点で、経過措置から外れ、次回の更新時から、限定なし中型免許の更新となり、新視力検査を含む適正検査が必要となる。また、発端限定中型免許の有効期限を過ぎて、執行させた場合、6ヶ月以内、いわゆる、うっかり執行であれば、 再度発ン限定中型免許を受けることができるが、それ以降に再取得しようとした場合には、現行法の規定による、普通免許、または、準中型免許しか取得できない。なお、中型車限定から AT 限定のみを解除して、中型車限定に変更する場合は、普通乗用車で強習、試験は行われる。また、改正直前に普通自動車免許を取得した場合、 改正後に8トン限定中型自動車免許なっても、初心運転者期間が適用された。なお、中型二種8トン限定を審査解除するとき、及び中型二種免許の取得を前提に、中型仮免許の試験を受ける場合は、運転免許試験場にて9メートルバス、旧制度における大型二種試験車であった車両を使用するため、アイロの課題にあっては、 車体後方が後端より1メートル程度 A ライン内に収まらない計算となる。これは試験課題設定が全長7メートル弱の中型一種免許試験者の想定でライン引きされている目であり、中型二種免許試験及び中型二種発トン限定を審査解除の場合は、その左右に引かれたラインを仮想延長し、仮想ライン上にタイヤ、車体が重ならないことが前提となる。 自動車重量税は一般的に自動車購入時や車検の時に同時に納付する。また、自動車重量税は同じ乗用車、ナンバープレートの分類番号の上1桁目が3.57でも 500kg ごとに納付額が異なるため、車検の料金表などでは車両重量が 1000kg を超え、かつ 1500kg 以下の乗用車のことを中型自動車、または 中型乗用車と表記されていることが多い。なお、貨物車については、車検の料金表などで、中型貨物車と表記されることはなく、道路運送車両法に基づき小型貨物車、4ナンバー車、分類番号の上1桁目が4.6と、普通貨物車、1ナンバー車、分類番号の上1桁目が1で分類し、さらに重量で細分化されている。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。